ちは。イシア原田武雄国際戦略情報研究所マーケットウォッチ10月12日に収録しております。インクローバルインテリジェンスグループの原田です。どうぞよろしくお願いします。高評価、あとチャンネル登録をお願いいたします。あとですね、我々リサーチャー研究員がですね、ツイッターで最近も発信を強化しておりますので、まあツイッターの方もですね、ぜひともフォローいただければというふうに思います。ではですね、本日のタイトルにあります通り、中国の話ですね、やっていきたいと思います。で、その前にですね、直近のマーケットの動きとしてですね、まあ簡単に振り返りますと、10月前半ですね、こちら図ありますけれども、まず前半のマーケットどういう状況だったのかなというところなんですけれども、イギリスのトラス政権、が、減税案を出したんですけど、まあ、それを撤回してですね、まあ、それをきっかけに金融不安が和らいだっていうこともあって、あとですね、アメリカの FRB が金融引き締めを緩和するっていう、まあ、そういう期待も広がってですね、世界的に株価が自立反発するっていう、そういう動きが強まって、まあ、全体的に要点というような状況も、まあ、前半はあったのかな、というところですね。ただ他方でですね、地政学リスクの拡大というのもあって、まあ、ウクライナ戦争ですよね。で、まあ、ロシアが、こう、核実験を強行するんではないのかとか。あと、北朝鮮による弾道ミサイルの連射ですよね。兵研究所の分析ラインとしてよく、朝鮮半島の有事っていうのが、コロラリーとして、台湾をめぐる、情勢の転換というのもあり得るんじゃないのかなと。なんでまあ、ウクライナ、北朝鮮、台湾というですね、3つの同時多発的な有事っていうのが、まあ、地政学リスクの拡大というところで、まあ、見え始めているというようなところも押さえた上でですね、見ていきたいんですけれども、特にこの自立反発の動きっていうのをですね、今日ちょっと取り上げてみました。ここにグラフを出したんですけれども、自立反発ってそもそも何かってことなんですけれども、これ、急速に一旦ガクッと下がった相場、株価がですね、下げすぎ、行き過ぎの警戒心から、まあ、自然体でこう、グイッと戻ることを言うんですね。こちらに出してる図を見るとですね、最初、グイッと下がると。で、その後、グーッと反発して、まあ、自立反発するんですけれども、まあ、このグラフを見るとですね、まあ、自立反発の力が徐々に弱まっていくと。自立反発大きく最初して、まあ、その後、徐々に反発の力が弱まっていくというようなですね、まあ、そんなグラフもありました。で、最後自立反発する力がなくなるとまた下落が始まるというようなものなんですけれども、じゃあ今の日経平均株価どうなのかなと。まあ、この次にグラフを出しましたけれども、これがですね、8月半ばぐらいに頂点をつけて、で、そこからこう、下降のトレンドっていうのが、まあ、上げ下げをありつつも下降しているという中でですね、まあ、今回10月の前半に一度自立反発したんですけれども、まあ、これが短期のリバウンドなのか、それとも年末ラリーといってですね、まあ年末に株高になっていく、その始まりなのかというところで、まあ野村アセットマネジメントのですね、レポートなどにもですね、まあこういう論点が書いてありまして、まあまだ判別することは難しいんですけれども、ラリーが起きやすい環境にはあるというふうになってますね。で、まあ本日のメインのテーマですけれども、まあチャイナリスク。まあ、中国の全人代がもう始まるというところでですね、まあ、チャイナリスクがまた再び動き出すかなというところですよね。で、まあ、そもそもチャイナリスクとは何というところで、この3つポイントを挙げましたけれども、まあ、中国が抱える様々な矛盾や不均衡のこと。で、特に外国企業は中国国内で経済活動を行う際に生じるカントリーリスクっていうのを指すことが多いと。で具体的には、まあ、共産党一党独裁による政治の腐敗とか透明性。もう何が起きるのかわからない。例えば、数ヶ月前でしたっけ、ゲーム業界を規制するとか、というのもありまして。で、そこからゲーム業界の株が一気に下がるとかですね。あと、教育の塾の規制とかもありましたよね。まあ、そういったことですよね。で、今回、全人代が開かれるところでですね、まあ、この次に書かれたのが、全人代とそのマーケットへの影響というものなんですけれども、全人代っていうのは、ま、全国人民代表大会で、
中国の国会に相当するものです。ここで中国の1年間の重要な基本政策っていうのが決められると。で、その基本政策の中には当然経済っていうのも入ってますので、まあ、全人代が始まるってことは、まあ経済、中国新しいこう何か政策が出てくるんじゃないのかってことで、マーケットへの影響っていうのも出てくると。よくですね、中国、全人代は中国が一斉に動き出す起動ボタンや役割を果たしているなんていうのも言われています。ではですね、最後に、この、まあ、マーケットへの影響ってところなんですけれども、全人代の恩恵銘柄みたいなのがあるんですよね。最後にこれ掲げましたけれども、まあ、前回の全人代で強調されたテーマっていうのがですね、デジタル経済、新エネルギー車、新型インフラ建設、あと脱炭素などが、まあ、全人代のテーマとして強調されたというところで、マーケット的にもこうした銘柄っていうのがですね、割とこう注目され、安い状況になったというところですので、まあ今回の全人代にもですね、どういったテーマが強調されるのかなというのがですね、注目というところかなと思います。で、本日は以上となります。リサーチャー研究員もですね、引き続き求人しておりますので、ご確認いただけますと幸いです。では、本日は以上です。ありがとうございました。